はいどうも、こまみれです。今日はですねえー、まあ島野の,の台話か台和の島のかっていうちょっと話なんとなくしていきたいと思うんだけどさまああのピンとくる人とピンとこない人がおると思います。まあ、どういうことかっていうとあの昔はねやっぱ島ノは島ノ、台和は台和って言っとったけど。 うーん時系列的にはどっちなんかな先に仕掛けたのは大和の方なんかなまあなんか戦いってわけでもないけど、まあ戦いっちゃ戦いなんだけど、あの台湾がさ、ほら何年か前に LT、ライトタフっていうコンセプトをさ、新しくやり始めたわけよ。うん。これって、もう、シマノじゃん。<laughs> シマノが昔からやってきとったことやねんかうん。ライトタフっていうその概念。 その言うまでもなく、えー、島ノは、ね、あのその他社のリールに比べて海外製とかそういうのに比べて、えー、軽くて強いよってのがもう当たり前だったわけだから、あのー、特になんか宣伝云々っていうわけでもなかったんやけどそこにこの台話がねあのライトタフっていうその概念を持ち込んだことによって今あの釣,り具のその釣りのリール界隈はもう軽さが命になってます。うん あのー、軽,な軽いものが正義みたいな、うん、そういうなんか時代が今現在来てまして、まあそれを実現したのはね、あのあれよ、モノコックボディだったっけ違う。んあとったか何やったっけあのー、ほら一体型のやつ。ボディボディ、こ,これ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 。あ,あモノコック構造か。うんこいつがでかいわ。うん、なんかね、 まあ自分別に台湾とか島の海の、まあ、島の方がどちらかといえば好きだけど、まあ、この台湾のモノコックボディはあは本当にすごい技術だと思う、まあ、耐久性もそうだしあのギアボックスを大きく作れるっていうのもそうだし、うん、さらにあの、ね、あの一体型なわけだからそんな技術をごちゃごちゃせんでもあの、ね、隙間がないわけだから中に水入ってこうんし、うん、そして一体型だから あの肩も一個で十分やし、うん、ボディとフレームっていうなんかわざわざ金型を起こす必要もなければまあその代わり新しい金型、うん、を一から作ってっていうなんかリスクも多分あると思うけどけどやっぱ、あのー、ソルトみたいなさ耐久性を求められる、えー、ステージというかそのフィールドの中でやっぱこのモノコックボディっていうのはあのー、ものすごくあのー イニシアチブを取れるというか、うん、だからこそこういうねあのギアとか、えー、もうできるっていうのがあるのよ。うん、でほらあの今これ満期出発しとるけどあのツインパワー、うん、ツインパワー20出たけどまあ,あの時間が経つにつれねあの冷静にやってねみんなねみんなが冷静になった時にいやあのセルテートとあのツインパワーを比べたら うん、やっっぱセルテートに軍配が上が上るよねっていう中にはこの何て言うかな争いを求めない人がね、うん、争いを望まない人があの同条件ならわかんないですけどみたいなことを言ってね濁したりするけどそもそも他社のリールなんだからね違うメーカーのリールなんだから同条件もクソもないわけよ。うん <laughs> うん そんなね、あのハンドルの長さが何ミリ長いとか短いとかそういうのを同条件にしたところで機構も違えばね、素材も違う技術も違うだから別にそれをね同等に比較はできんわけよ、うん、本当に比較したいんだったらシマノがシマノの技術で作るセルテートダイワがダイワの技術で作る、えー、ツインパワーっていうのをねあの同じ社のノウハウで やった時こそ初めて <laughs> 失礼初めてあの比較っ,っていうのができるわけだからまあダメなものはダメっていうのがまあ当たり前の話だからまああの二重ツインパワーまあもちろんねあの本当紙一重だと思う紙一重だしその,その人の釣りのスタイル道具はどうこうじゃなくってあの釣りのスタイルとかね狙う魚種によって やっぱリールとか釣り具っていうのは選ぶべきなんだなっていうのが俺はやっぱこうやって釣りしていきたい思ったわけよ前はねなんか道具道具ありきであれ狙おうこれ狙おうってやってたんやけど釣りどんな魚が釣りたいかっていうのを、えー、っと重きを置いてねうんそういうところに重きを置いてやっぱ道具っていうのが後ろについてくるわけだからその台湾の島の蚊によってやっぱこのセルテイとか生まれあのイグジストなんかもさ 生まれてきててききさあのやっっぱがが今ねすごい上がってきとるよ、うん、だから本当にあのイグジストまあ、このまま行きゃねあのー、下手したらイグジストがステラに届くかもしれん。マダサは結構歴然やって言うけどね使っとる人からしたら。でねやっぱ島野問題はこっちやろうね。あの島野が大和を意識しすぎっていうのはよくね昔から釣り合ってる人たちによく言われがちというかあのー、比喩というか揶揄されがちなんやけど島野がねこの 同じようなライトタフっていうそのコンセプトを掲げた大和がね、今までは別の土俵だったわけよ。例えばワールドシャウラーとかさ、あの、ハートランドみたいにね、島ノの,のワールドシャウラー、大和のハートランドみたいに、そもそもロッドを作るっていうそのコンセプトの違い、うん、同じ土俵じゃないわけ。違う土俵だからこそ、おのおのがいいねっていう話になってくるんだけど、 こうやってね、ジェジェシマノが、大和が、ライトタフっていうコンセプトで、シマノと同じ土俵に上がってきたわけ。うん。そうしたら、なんか、やっぱりね、あの、追うものと追われるものだから、やっぱ、前だけを気にすればいいだけよ。うん、前向いて、前を走ればいいだけ。うん。それが楽なのやっぱ、追う方が楽なのよ。なんだ、何でもそうやけど。 うん、けど、追われる側としたら、ね、同じコンセプトでね、追われる側だとしたら、やっぱね、あの意識しちゃう。で、後ろ振り返るっていうその手間がある。うん、だからね、この、なんていうのかな、かといって島野がね、新しく、あのー、掲げたさ、コアソリッドシリーズ、クイックレスポンスシリーズっていうのも結局こけたわけやろ俺、前の動画で話したけど、うん、そういうのもあって、うん まあ残念なことにね、本当に残念なことに、あのー、島野がねな、多分この価格帯、このセルテートの3万円後半、ね、中後半の価格帯では、もしかしたらね、台湾の方が軍配上がっとるかもしれん。うん、<laughs> で、ハイパフォーマンスリールって言ったら、やっぱステラがやっぱズバ抜けてでかいわけやねんか、うん。そういうなんかそのさ、なんて言えばいいかな、柔道でいう団体戦みたいな、 あの低価格帯は、うん、低価格帯、例えばそういうなんか、何やったっけあのプライス、プライスレスみたいなやつ。何やったっけ名前忘れた。えー、っと。あ、これこれこれ、バリュープライス、うん、のもんとか。ね。例えばこの1万円以内の価格帯のものとか。あのそういう話になってきたときに、あの、まだまだ、島野の,の方がね、まあ、団体戦で言えば、 買っとくかもしれん、うん、ただ今の状態でねシマノがダイヤばっかり気にして何て言うのかなでも結局ねでもあの企業なわけだから、あのー、売れるものを作らなあかんっていうのがあってさほら車がそうだったじゃん、うん、ちょっと馴染みない人からしたら申し訳ないんだけど車がそうだったのよ昔はね、あのー、それこそ2000年2000年代うーんそうか違うえー、っとあれだまあ 20, 20世紀1990年代後半2000年くらいまでかな車ってのはさやっぱ持っとる人のステータスになったしやっぱかっこいい、うん、そういうものがやっぱ売れとったわけよけどやっぱまあ世界情勢とかそういうのが相まってねあの燃費っていうのが、まあ、車とはいえあの維持費がかかるもんですから燃費っていうのがね注目され始めてねうん。 世の中でそしてプリウスっていうねもう燃費燃費超超低燃費みたいな車が出てきたことによってもう車の市場っていうのは見た目よりも燃費がどれだけすごいか燃費市場主義っていうのに渡ったわけよそれでね各メーカーね やっぱり技術っていうのが求められてきてさあの、研究開発っていうのももちろん進められてさ、トヨタはプリウスっていうのがあるからさ、それを横展開していくだけで、やっぱいいけど、他のメーカーからしたら、やっぱゼロから作り始めなあかん。ね。日産だったら、ね、完全電気自動車リーフっていうのを作ってね、まあ、いまいちパッとせんかったよ。なんだかんだで燃費市場主義に日産は負けとくからね。とか、 例えば、その、それについてけんさ、ね、あのー、松田とかは、クリーンディーゼルっていう、そもそも土俵を変えるっていうね、クリーンディーゼルにして、欧州需要をね、あのー、叶えるというか、そこを狙っていくっていう、もう土俵を変えるっていうスタンスを取ったりとか、うん、三菱は潰れ。ホンダもホンダで、まあ、ハイブリッドの技術っていうのを独自でね、磨いてきて、なんとかくなんとか食らいついとる状況なわけさ。 そういうのがあって、今、この釣りのリール業界っていうのは、まあ一緒なわけよ。今、軽さっていうのが市場主義になってきてるわけ。軽けばいい。軽ければいい。うん、軽いに越したことはない。なんか話が上がると、まずメーカーも、前作からどれだけ軽くしましたってのを、ロッドでもリールでも話すわけよ。うん、そっからさらに、こういう技術があります。こういう技術がありますっていうのを言っとるわけ。 うーんどうなんだろうね結局のとこまあ島野はこのまま大和をね意識し続けてやりだしたらまあ2人のてかお互いの差は縮まるだろうねうんなんか島野は、まあ、それこそ技術的には全然ね申し分ないものがあるんやけどねうんちょっと大和を意識しすぎて大和さんが LT っていうコンセプトで同じ土俵に上がってきたからなんかあの立ち向かうみたいなうん そういうなんか意識というかさ。うん。そういうのが、やっぱ現状あ、あるわけよ。うん。けどやっぱパテント、まあ、特許っていうのがあってね、島野がこういうモノコック、一体型っていうのを作るには、まあ、なかなか骨が折れるわけさ。うん。特許侵害って話になったら、また話は変わってくるからね。それこそさ、あの、島野は落ちたなって言われるかもしれんねか。<laughs> まあ、俺個人的には、なんかまた、 変わってくるとは思うけどうん一緒一緒車業界も今そうなんや燃費がいいのは当たり前にやってきたわけで各社ノウハウっていうのがやっと蓄積されて技術っていうのは向上されてね前リッター20がすごいねって燃費にハイブリッドのおかげでリッター20がすごいねって言われとった時代がもう30とかね20後半30とかが当たり前になってきとるわけようんそうなってくるとじゃあ その燃費がいいのは当たり前。リールで言う軽いのが当たり前。じゃあデザインだよねっていうのになって、今鈴木がさ、えー、ジムニーとかハスラーとか、うん。いうその見た目ってのを中身がいいのは当然。ただ見た目っていうので、また、あのー、お客さんに買ってもらおうっていう、そのまあ、時代が一周してきてるわけよ、今。うん。すごい高い水準でね。まあ、リール業界ももちろん、 それが来ます、うん、絶対来る。人間だから結局買っとるのは。<laughs> だから人間の趣味趣向やから、あの、必ず、あの、そういう時代が来ます。ただ、その時に、あの、どっちが勝つかっていうのは、ぶっちゃけね、今のままだったら予想できない。うん。でも、あの、後ろ金星ですね、あの、島野は島野で、ぶっちぎればいいだけの話なのさ。これだけのように、やっぱ、やっぱすごいよ、島野のリールは。うん。 ダイ全然すごいかもしれんけどやっぱねシマノのリールっていうのは本当に使っとって思ううん特に俺なんかはすごい恵まれとってさあの一番最初に手にしたシマノのリールがツインパワー XD だったんようんあのリールはマジでいい今ちょっとねツインパワーまあこの話ねツインパワー XD の話はちょっと別の動画でやろうと思うんだけどやっぱその時の感動がねやっぱダイワのリールにはないのよまだうん <laughs> 多分セルテートを巻いて、俺があの時うん、その、初めてね、ツインパワー XD で釣りをした時の感動うんっていうのは、もしかしたらないかもしれん。まだ何もやっとらんから分からんけどね。それくらいの本当にもう衝撃的な感動があって、惚れ込んだわけさ。だからまあ、割とリールはシマのをね、まあ、ひいきしとるわけさ、う。ん それだけのやっぱ感動できる技術ってのがあるわけだから台話を意識せずにねやっぱり台話は島野をやっぱ見とるからさねあの技術を真似したりとかさもちろんするわけさそれが別に悪いこととかいいこととかそういうのは置いといてうんまあ,あの学ぶ学ぶっていう言葉は真似ぶっていう言葉ね真似をするっていうのが、ね、模倣するっていうのがまああのー、話のというか語源に近いからさ ーやばいやばいやば、15分も喋ってしまった。申し訳ない。まあそんな感じで、まあ島野は、まあ、無理だと思うけどね。まあ市場がそういうね、あの軽さ、市場主義になっとるから、結構島野としては苦しいかもしれんけど、もうさっさとね、あのー、クソ軽い、クソ軽いリール作って、<laughs> そのバンキッシュはね、高い。うん。6万くらいするっけ、バンキッシュって。<laughs> 高いんだ。うん。 まあ5万ちょい。だいたい、だいたいこの定価の、定価の5000、6000円マイナスくらいが、実売価格だから、やっぱ5万円くらいか。5万円、五万2、3000円とか、そんくらいかな。うん。この、あのー、バンキッシュ。バンキッシュクラスを、もう、シマノのリールの当たり前にしてしまえば、まあ、勝ちやよ。勝 <laughs> ちだよね。 うん、まな、あ、々ならぬ努力と研究が必要だけどさ、うん、だってそうやろ軽さ修行主義だったら業界で一番軽いとも言われるバンキッシュが当たり前になったら大和がどんなに頑張ってもえバンキッシュねバンキッシュレベルの軽さのツインパワーみたいなのがあったらさ、うん、えー、重いじゃんって <laughs> うん、えー、ちょっとバンキッシュより重いよねまるより重いよねっていうそのまるを作った方が勝つよね その平均。ハイブリッド乗車でいうプリウス、うん。それを作ったメーカーが勝つ。ただ、それだけは言える。うん、まあ、時代の流れってそういうもんやから。まあ、そんな感じで、だらだらとちょっと話してしまいましたが、えー、そんなお話で、えー、まあ、ね、台湾はこれからのために、シマノをどんどん意識してほしいと思うし、うん、まあ、あの、シマノはね、台和が追ってくるかもしれんけど、もう関係なく自分たちの技術を遺憾なく発揮して、いいものを作ってくれって思う。 うん、あのー、もちろんだけど俺はあのー、まあ確かに島野に惚れ込んだからまあ見捨てる気はないと思うけど、うん、見捨てる気はもうないけど、うん、ただあのー、台場がね島野よりいいものを作るんだったら浮気はするよ <laughs> うん愛してるのはステラだけど俺は愛人を作るよ <laughs> そんな感じのお話でございました以上こまめれでしたありがとうございました